秋元康史原作のホラー小説シリーズである。角川書店のメディアミックス展開により、映画、漫画、テレビドラマなどで発表されている。現代社会の必需品とも言える携帯電話を題材にしており、死の予告電話がかかってきた人物が、その予告通りに死を遂げるストーリー。主人公は全て女性であり、日本、台湾、韓国などを舞台にしている。事件を起こす人や、 死の予告電話の言響を作る人はすべて虐待や、いじめ、迫害などで、理不尽に心や体を傷つけられたもので、互いに共鳴し合い、事件を起こす。米国では2008年1月4日には、ワンミスコールというタイトルで、ハリウッドリメイク版が公開され、日本では2008年7月19日に、角川による配給で公開された。このシリーズでは、 携帯電話が重要な役割を演じている。被害者の受ける電話の特徴は次の通りである。女子大生、中村由美の友人でもある、岡崎陽子や、河合健二が謎の死の予告電話によって次々と不可解な死亡を遂げていく。その死の予告電話の内容は、なぜか未来からの発信時刻で来ており、死ぬ瞬間の声や映像、 画像が送られてきてその未来の時刻に差し掛かったとき、その通りに死んでしまうのである。新たに死の予告電話を受けた、小学校からの幼馴染みの友人、小西夏実を救うため、由美は、謎の男、山下博士の協力を得て、事件の真相を追うが、彼女も、今までと同様に予告通りに、テレビの生放送中に悲惨な死を遂げてしまう。そしてその直後、ついに、由美自身が、 死の予告電話を受けてしまう。山下は取り乱す弓を励ましつつ、彼女を救うために、事件の真相を懸命に追い続けた。その結果、呪いの元凶は、水沼マリエという女性ではないかとの疑いが強くなっていった。彼女は娘二人を何度も病院に運び看病することで、良い母親を演じることに快感を得る代理、ミュンヒハウゼン症候群という精神病を患って、 いたのではないかということから、この疑いが浮上した。一方、ユミも独自の調査を続け、移転前の旧鏡病院があることを、新鏡病院から聞き出す。そして、ついにその呪いの現況があるとされる旧鏡病院を見つけた二人は、その真相を確かめるため、漆黒の闇に包まれた、廃病院へと乗り込んでいく。 主要人物、重要人物、被害者前作から約一年後の話である。自分を助けた山下博士を殺害した中村由美は、精神科運転の結果、不寄所になり、精神科に措置入院させられた。しかし彼女は、元宮優作を殺害後失踪し、今は、行方知れずである。一年も経っているにもかかわらず未だに、 水沼美子が関与したと思われる着信による死亡事件は続いていたが、口の中から赤黒い飴玉が出ず、代わりに胃の中から台湾産の微量の石炭が発見されたり、携帯も持っていない人が犠牲になったりするなど少しずつ変化を見せていた。そんな中、保育士の奥寺京子の周りでも、死の予告電話によって犠牲者が続出する。 やはり一年前の呪いはまだ終わってはいなかったのだ。そして、アンズ自身にも死の予告が着信される。大きく取り乱すもアンズは、恋人の桜井直人と死の予告電話の真相を、追うジャーナリストの野添高子と共に、死の呪いの現響に迫った。講師は、死の予告電話の現響とされる、水沼美子について調べ上げた。耳子は望まれて生まれてきた子ではなく、 母親のマリエと実の父親の間に性的虐待によって生まれてきた子だということが分かった。そして一連の事件のルーツは台湾にあると知り、台湾まで行くことになった。死の予告を受けたアンズ自身も台湾に向かう。台湾でも日本と同様のあの死の着信事件が多発していて、講師の元婚約者である弁護士のチェン・ユーティンの助けを借り、ルーツを探る三人。 そこで、アンズたちは呪われた村から、唯一生還した盲目の老婆がお数名から、リリーという少女に関する、80年前に起こった悲惨な事件の驚愕の事実を知ることになる。主要人物重要人物被害者安城高校2年、C 組は修学旅行で、韓国へ出港した。フェリーの甲板で楽しそうにビデオを撮る生徒たちや、はしゃぎ回る生徒たちだが、 草間エミリはどこか浮かない顔をしていた。小学校時代からの幼馴染みである親友の松田、アスカがいじめにあっていて、修学旅行に一人参加していなかったからである。その夜、選出には、数人の生徒が集まり、会談話で盛り上がっていた。と、その時、ある女子生徒の携帯電話から、奇妙な着メロが鳴り響く。発信元はその生徒のもので、しかも、着信時刻は、 未来の時刻だった。さらに、首を吊った自分の姿が映っていた。もちろんそんなことができる生徒は誰一人としていなかった。その生徒は誰かのいたずらだろうと思って、奇妙な着信を放っておいた。数年前に人々を恐怖のどん底に落とし入れた、あの、死の予告電話だったということも知らずに。その生徒は、予告通り、かつていじめをくに自殺したパムと同じく首を吊り。 死んでしまった。それを皮切りに、その後も次々と死の予告電話が生徒たちを襲い、着信を受けた生徒は、数と、また一人と次々に、不可解な死を遂げてしまう。そして、その着信を受けた生徒が、かつて、パムをいじめていた生徒ばかりだったことから、パムの呪いと呼ばれるようになった。一度着信を受けると、決して死の予告からは、 逃れられないのだが、一つだけ逃れる方法があった。それは、転送すれば死な、七ないというものであった。もし死の着信を受けたとしても、誰かに転送すればその死の運命から逃れられるという。しかし転送を受けてしまったものは、その死の着信は、もう誰にも転送できないのである。その呪いにより、楽しいはずだった、修学旅行は、修羅場と化した。ある生徒は、その通り、 誰かに転送して死の運命から逃れた者もいれば転送せずにそのまま予告通りに死んだ者もいた。中には転送して助かった者の精神がおかしくなり入院した者や自分が恨んでいた者に転送して助かると同時にその恨みを晴らす者もいた。二年 C 組は誰に転送するかをめぐりパニックに陥っていく中、エミリは 心身ともに疲れ果てるも韓国人のボーイフレンド、アンジヌと共に、死の予告電話の元凶に迫る。必死の元凶を究明した結果、死の予告電話は、どうやら日本から発信されているらしい。しかもアスカの部屋柄である。死の呪いはアスカがかけてきているのではないかと思われたが、アンは、死の予告電話の元凶は、水沼美,美子という少女であると知る。 アンはこのことについてある提案をエミリにぶつけた。アスカがミミコや見捨てられて死んでいった者たちに操られていて、イアソの元凶たちがアスカのパソコンのインターネット回線に取り付いて、それを通じて死の予告を送っているとすれば、そのパソコンに大量のメールを送り込み、フリーズさせて予告を送れないようにすれば良いのではないかというものだった。これを聞いた。 エミリーたち安城高校の2年 C 組の生徒たちは、最後の望みをその作戦に託し、韓国の人々に身振り、素振りで協力を呼びかける。中には、韓国人に日本語で助けを求めている生徒もいた。エミリーも右手に日本製の携帯、左手に韓国製の携帯を持ち、友達や家族たちのアドレスなどいるだけの人々のアドレスをスクロールし、助けてください。 死の予告電話によって何人もの生徒が死んでいます。呪いの電線を止めるためにパソコンをフリーズさせたいのです。このアドレスにできるだけメールを送ってほしいのです。もしあなたで止めてしまえば、大切な人に呪いの予告が来るかもしれませんと送った。同様にアンもパソコンを通し、世界中の人々のパソコンにアスカのアドレスを送った。それらを見た人々は、ねえ、これ、 マジヤバそうなんだけど、おっしゃ、止めてやろうじゃないか。その死の呪いとやらを、と送る人もいれば、私も協力して止めます。だから諦めないでください。霊とか怨念なんかに負けないで、という励ましのメールをアスカに送る人もいた。そして、その情報はしわ叩く間に、世界中に広がった。そして、運命の瞬間、安城高校の生徒たちはパソコンを使い、 一斉に、アスカのパソコンにメールを送った。生徒、教師全員が、韓国で、ドコモ N900EG を使用していた。また、一部生徒が、N900 に合い、または F900 に合いのいずれかを所持していた。主要人物被害者その他の被害者ここから紹介する。被害者は、死の予告を受けたが、転送して助かった人、もしくはその他の被害者、N。 大島カレン小学校高校学年くらいの髪の長い、少女、無口な性格、例として登場した回数は少ない。母方の祖母水沼幸恵曰く、生前から薄気味悪い子だったらしく、映画版では母親のマリエも産んだことを後悔したこともあった様子。水沼マリエが偶然を押し入ってきた男に、 性的暴行を加えられて生まれてきた娘で、チャンウェイはその男を刺し殺した罪で刑務所暮らししていたことが講師の調査で分かった。妹のナナコは、マリエがホステスのバイトをして、そのバイトの客の一人とできた子供とのこと。喘息を患い、母親のマリエに鏡病院に何度も運ばれており、そのことがことの発端となり、ミミコが、 母親からの愛を一心に受けたいと思うようになる。妹の七子を虐待し、自ら看病して、マリエの前でいい姉を演じることに喜びを感じていた。しかし、2002年12月24日に七子の腕を包丁で切りつけたところをマリエに見つかり、怒ったマリエが耳ミ子ミから自分の携帯を無理やりに取り上げて、七子を病院に連れて行こうとする際に、 ズダの発作が起きるがマリエに見捨てられる。そのことで、悲しみや憎しみを抱き、誰の助けも得られずにも大苦しみながら死亡。それが発端となり、その後の日本で起きていた死の予告電話の事件に多く、関与した。かなりの念力の持ち主で、大人を簡単に吹き飛ばしたり、引っ張ったりしてしまうほどの威力である。死の予告電話での殺人が多いが、ミミコの例が自ら出向いて、 直接殺人をする場合もある。また他の人間に乗り移ったり、化けて殺人を行うこともある。以前虐待されていた人物などは、彼女と共鳴し、新たな殺人鬼となることもあるが、魂を吸収されたり肉体を借りるために利用されることもある。ミミコの呪いの被害者の口には、共通して赤黒い飴玉が残っている。これはミミコが生前、 妹の七子を虐待した際に、早く良くなってねと言いながら毎回あげていたものである。また、死の予告電話のメロディーはミミコが好きだった、子供番組の曲が元となっていて、七子が持っている熊のぬいぐるみはお腹を押すとその曲が流れる。着信ありでは、母親のマリエに虐待されて死亡した少女として、主人公の弓に推理されたが、 本当はミミコが妹のナナコを虐待しており、ナナコの持っていたビデオテープの映像で判明した。そのことを知った山下はユミを助けに行くが、ユミのマンションに着いた頃にはすでにユミはミミコと共鳴してしまっており、山下はミミコと共鳴したユミにナイフで刺され、旧鏡病院にて、果物ナイフで喉を裂かれて死亡した。 着信ありにではあまり登場しなかったが、ミミコの誕生の秘密が明らかになり、d ーーの呪いがその後に死んだミミコと共鳴し、それがミミコが殺人鬼になるきっかけを作ったと思われる。着信ありでミミコと共鳴した主人公の中村由美は水死体で発見されたことが分かった。そして、ジャーナリストの野添隆子を台湾で殺害し、こうしとも共鳴したと思われる。 着信ありファイナルでは主人公松田アスカに化けて彼女のパソコンで殺人を行っていた。しかし、アンたちの活躍によってアスカのパソコンに送り込まれた大量のメールが原因で彼女が潜り込んでいたパソコンがフリーズ、ショートしてしまい爆発資産したことともう一人の主人公のエミリとアスカの強い友情の力により成仏というよりは 彼女の魂そのものが完全にこの世から消滅してしまった。縁小泉七台湾の炭鉱の甲の近くの村で生まれた殺人鬼。体が小さいのにもかかわらず、ミミコと同じような強い念力を持ち、他人にも化けることが可能である。リリーの呪いの被害者の胃の中には、共通して微量の炭が検出されている。原作ではある程度喋っていたが、映画版では、 あまり喋っていない。7から8歳の陰気な子供で、村の子供たちから、いじめの標的にされた。リリーは、村に、井戸水を媒介とする伝染病が流行った時、村人たちの死を予告するようになり、彼女に予告された村人は伝染病により次々に死んでいく。村人はそれを、リリーによる呪いと勘違いし、彼女の口を針と糸で縫い付け炭鉱に、封印してしまう。 リリーは炭鉱の中で約50日間もがき続けて苦しみながら死んだ。その直後に村人たち宛てに受け取り人の筆跡で死を予告する手紙が出回り、手紙を読まなかった顔を除いて村は全滅した。アンズとナオトの前では口元を糸で縫い合わせた少女の姿で現れ、行動に乗り込んできたアンズを捕らえてナオトを太い針で刺したり、切りかかったりして襲いかかった。 その後、二人を電波塔まで追いかけ回した末、杏の身代わりとなったナオトを殺害し、どこかへ連れて行ってしまった。その後の行方は不明。ミミコとの関連はあまり語られなかったが、リリーの呪いがその後に死んだミミコと共鳴し、それがミミコが殺人鬼になるきっかけを作ったと思われる。いずれも多くするタイプ。それぞれの映画版を元にしている。 2004年工業収入10億円以上番組日本映画製作者連盟2005年工業収入10億円以上番組日本映画製作者連盟2006年日本映画外国映画業界総決算経営制作配給工業のすべてキネマ旬報2007年2月下旬号キネマ旬報社2007年184ページありがとうございます